部長です。紬だよ。ジョンのテストの続きだ。これが本当に最後のテストになりそうだね。これでアンコウの墓場か。ロサリンを探してだね。では。Yeah, I've had that earworm since forever. Now, Rosalind, where could you be? We could inquire of the graveyard keeper, Yolanda. She's been burying corpses in this town since she was a little girl. She ought to know newer faces round here. Alternatively, we could get hold of the Inquisition's immigration register. Ah, yes. They keep it in their bloody outdoor office near the slums. Marvelous.Two dreadful choices. Would you do me the honors, Ethia? 好きな方を選べってことだな。まあ、この中からならまだやってない上陸場所。そこか。ここムービーの最初に出てきた場所だね。で、メンバーは最近寝ていない。クエンティンとナエールか。ちょっと組み合わせ的に不安はあるけど。まあ、なんとでもなるとは思うが。どれだけ苦労するかだね。では進めていこう。見た感じ敵は少なそうだな。思ったより監視がないな。岩陰になってるから気にせずに。まずはそいつ。じゃあ二人も移動させよう。で、目的地は把握しているのか。名簿の方だよね。確か左上に進めば。そこを目指してか。まずは見つからないギリギリまで。あとはタイミングを測っておく上だな。よし、目的地まで敵も少ないし。上陸場所に選んだところが良かったな。だね。最初は少し遠いかなって思ったけど、これなら当たりだろ。ほんと、ここも落ち着いて移動すれば。見つからずに近づけるな。ここまで来ればジョンの範囲にも入ってくるし。と少し遠いか。なら近くの茂みに。ここまで来れば確実だな。だね。あとは監視状況。少なくとも今はダメだな。巡回してる長官だけちゃうしね。長官以外は監視の目はなさそうだな。ならノイズの範囲から外れた時が狙い目。行こう。これでまた長官を狙うか。安全に進めるために。と戻ってくるまで時間がかかるな。その司祭にも話しそうだしな。できればもうちょっと早く来てくれたらな。よし、やってきた。おそらくいなくなった実際に気づくな。その前に。よし、あとはこの実際。監視はついてないな。名簿のマンの長官も後ろ向いてるし。これ、長官もいけるかな。いけそうな雰囲気だな。一気にやろう。じゃあ、これで最初の目的地までの道を確保できたな。二人も呼んでおかないとね。じゃあ名簿。making me read through these accounts, that might be a real crime.Anything that hints towards your old crew? Last thing Greg said was that they started something, and they were looking for rum on the twins. There's an entry here from the Saucy Sloop Inn. Says that the ownership changed fairly recently. It's marked with a note that says suspicious activities. Ah! I'd rather walk the depths again than reading this administrative bore any longer. Let's just go there and see.
直接ロザリンの場所が分かった感じではないな。でもミッションはロザリンと話すってある。場所も比較的近いな。ただ警備が厳重だな。ここから本格的に難しくなっていきそうだね。まずはそこに行くまでだな。確かここは左に見張りがいた。前に来た時に見つかったからな。デモ自体ならおびき寄せて。これでクエンティンの頭。クエンティンのいいところは見える範囲なら来てくれることだな。それがいいよね。ガエルの爆竹とかだと範囲が狭いし、それに複数を巻き込む可能性も高いからな。で、別れに入った時に、よし、クエンティンの頭も回収。いい感じだな。次はこの次祭と監視がないならジョンで一気にやってしまうか。ここで次にだけど、周りを確認しながらだな。こっちに来るのは初めてだからね。とここに長官か。次祭がいなくなったことに気づいていないか。それはそれで都合がいいかな。それに建物の陰で周りから見つからないだろうし。またジョンを使うか。やっぱ便利だよね。あとは長官が建物の陰に来るのを待とう。よし、こっちから攻めていくのか。それもありだよね。とりあえず合流。また考え直すか。慎重に進めたいし、あとセーブ。ではこっちは長官か。ベランダにも長官がいるな。その明かりを片付けないと広場に近づけないね。これならジョンでもグって。よし、こっちに移動。こういう移動方法もできたな。おそらく長官は上の次祭に見張られてんだろうから、まずは次祭から。監視なさそうだけど、このタイミングで。これで長官か。一撃でやれるね。手はしご使っちゃった。これで上の通路は安全になったか。だね。ついでにガエルの弾の充填に使えるし。そういえば全然補充していなかったな。まあ出番だ。ここのオブジェクト下の見張りを倒したか。で、騒がない。オブジェクト操作のおかげだな。ここなら他にもありそうだな。物が多いしな。クエンティンも活躍できそう。これなんか場所が悪そうだな。行けそうな場所に移動しよう。上に登るのか。いや、左側に移動したいんだよね。この金持ちが邪魔だな。結構監視されてるな。下の次祭が邪魔だね。そしてそっちは長官に見られているか。タイミング見て切り崩さないと。よし、ここならクエンティンであの荷物を崩せる。まずは巡回している二人組か。あいつらも金持ちを監視してたはず。You can either confess now or repeat your lies to a prognosticar later. Your choice. And I think if you keep this charade up much longer, the people of this town are going to riot. よし、戻ってきた。We do not fear the scum that scurries this place. 今だ。これで倒せるな。失勢感が気にしてるけど。何もしてこないな。よし、次は金持ちだ。そのためには下の次祭を何とかしないとな。これならガエルで。
長官さんにていなければ充填されてないぞ。あれ、手帳管が残ったままだ。どうやらさっき仕掛けたものの途中で解除してしまったようだな。もじゃあ改めて。タイミングが悪いな。まあいいよ。I've had the most interesting epiphany. Tell me later.あとはノイズの範囲から離れたときに気づかれてしまってるぞ。しょうがない、金持ちはやってしまおう。見つかるの覚悟か。もうしょうがないよ。でできる限りとそっち行かないで。ドツボにはまってるな。でもこの高さを生かしてここでやる。そのやり方はありだな。一人ずつならやれるね。せっかくだし充填しておこう。もう一人登ってきた。いい感じだな。ふっ。これで降りられそうになったな。まだ警戒しているやつがいるから。それも解除されたな。じゃあ進んでいこう。てこの時差復活したか。それはしょうがないだろう。さっきの継承の時間も長かったしな。まあそうだね。でもこの状態なら監視してた長官も始末したしな。これで結構近づいた。今度はその長官か。周りにも気を配らないといけないけどね。とりあえず広場の方には見つからずに行けるかな。しゃがめば大丈夫だな。まずは茂みに隠れよう。で、茂みに入るまでだな。というか長官邪魔だな。ガエルでも届かないし。というかやっぱり後ろから長官を狙うか。遠回りだが確実にか。まあ焦ってもよし。まずはこいつ I'll hold on to what is mine. 飛び降りればやれるね。 An offer I can't refuse. でガエールたちが見えてしまっている。長官、建物の屋根に。今度はクエンティンが。でやられちゃった。さすがに残り1だったしな。そういえばまあ後で助けることにして。これならジョンで近くに。ってわけにもいかないな。まあもう時期収まるか。これで助けに行っても十分だろう。だね。手順隊が。いやこれなら上から狙うか。で失敗してるし。危なかったな。警鐘鳴らされてたらクエンティンはやばかった。よしこれから仕切り直そう。少しずつだが目的の長官に近づいてきたな。といってもまだ障害はあるけど。
Finders keepers! Right, has arrived. 巡回している司祭か。We fear nobody in your order. いや、これなら長官やれるかも。ジョンでゆっくり近づいて。タイミング見て潜る。そしてこれで広場への侵入口は楽になったな。でもまだ住人に尋問している長官と司祭がいるからね。どうせならこの司祭もやっちゃおう。やれそうだな。ってなんだ。あ、そこに誰かいたみたいだな。完全に影になってて気がつかなかった。と言っている間にジョンがやられたな。でもまだ1回目。ここは収まるのを待つか。さすがに近づくってわけには。Menshura, calcula, rectifica. あと少しだ。もうそろそろいいかな。てか見つけたのは長官か。完全に見落としだな。だね。まずは長官をやろう。同じミスはするなよ。大丈夫。よし、これでジョンを。また3人で行動だな。これで広場は確実に。Again and again. We found these markings on your barrels on the Twin Islands. You did? Well, そういや、まだこの2人組がいたんだった。そこを片付けないと中に入っていくのは厳しいな。周りの司祭たちも面倒だな。後ろ向いてるのは救いだけど。Is this truly the only establishment that sells rum? これなら屋根から銃で。It will be the only one with affordable prices. Better old than sorry. 手届かない。Got a good head in my chest. どうせならそのわら束に入ればいいんじゃないか。そうするか。I can smell gold already. これなら銃も届くかな。This damned rabble is too small handled.いける。できれば長官の方もだな。ただここだと他の司祭も気づいちゃうからな。それが問題だな。お、キャンセルはシフトだった。で、結局どうするんだ。銃を使うにあたっては音が問題だよね。かといって首を使っておびき寄せるのもな。とにかくそこは場所が悪そうだな。ガエル使えないかな。うん、いまいち。やっぱ場所を変えよう。ジョンたちのか。確実に進めるためにも。クエンティは遮断で移動。銃で狙おうとしてるじゃないか。確認だけ。And we have the thirst to drink it up. よし、執政官も移動したし。Diamonds, rubies, emeralds. I like my fishing rod better. 改めて銃で狙おう。If there is value, it's mine. この距離なら。もう一人はガエルか。止まった範囲外か。これなら少し前に出て。いけるね。では改めてガエルを長官にしよう。意味あるのか。なんとなく。では行こう。そしてクエンティンが隠れる。ここまでは想定の範囲内だな。あくまで数を減らすのが目的だしね。
とそっちから出てこられるとガエルが危ない。どうやら崩した荷物のところが通れないようだが、ある意味助かってはいるけど、で近くに隠れるところがない。茂みに入れないのか。入れないね。しょうがないからおとなしく。てかガエルの方に来なかったな。どうやら別ルートで現場に向かったようだな。まあそれならそれでよかったけど、また近づかないと。もう目の前まで来ているのにな。まだまだ権利の目が怖いからね。ベランダの監視もな。 You're accused of serving illegally acquired liquor. What have you to say in your defense? In my defense?